はい、こんにちは、プーです。今日は久しぶりにレーザーの製品レビュー動画ということで、今回はキーボードを紹介していきたいと思います。で、今までレーザーのブラックウィドウライトって、まあここにある真っ白でシルバー感のある綺麗なね、かっこいいキーボードを使ってたんですけど、まあもちろんこれも全然今まで使ってて使い心地も良くて、まあ、見た目が綺麗っていうのと、音がね、サイレントメカニカルキーボードっていうぐらいで、押し心地が結構静かで、クリック感もあんまりなくて、すごいお気に入りのキーボードだったんですけど、まあ最近また部屋の模様替えをしまして、それはまた動画にしたいと思うんだけど、まあその部屋の模様替えに合わせてね、キーボードも変えようかなっていう謎の感じになって、今回またレーザーの違うキーボードの白バージョンをご紹介したいと思います。よし。で、今回紹介するキーボードがもう下に見えてたこちら、レーザーのハンツマン。物自体は結構もう何ヶ月か経ってて、もう出てからは時間は経ってるんですけど、ホワイトバージョンもあるってことだったんでね、レーザーのハンツマンマーキュリーオプトメカニカルゲーミングキーボードっていうこちらのキーボードをね、今日は紹介していきたいと思います。よし、それではやっていきましょう。よし、じゃあパパッと開封しちゃいます。よし、じゃあオープン。よいしょ。はい、こんな感じで、ここの上のポケットに、まあいつも通りの説明書とステッカーが入ってるかな。あと、あ、白いやつだ。白いっていうかキラキラのやつ。このステッカーね、毎回どこに貼ろうか悩むんですよね。まあキーボードなんで中身はシンプルで、説明書と本体のみです。はい、本体はこんな感じ。さっきのブラックウィドウライトと全然色見た目は変わりないって感じですね。まあ同じマーキュリーシリーズなんで、当たり前って言えば当たり前なんだけど、ほらこんな感じ。当たり前だけど色見た目は同じで、今回はトーナメントエディション、あのテンキーがないバージョンではなく、テンキーがあるバージョンのやつです。ここにね、電卓みたいな感じで通じキーがあるやつで、違いとしては、まあ、ハンツマンなんでキーが違うっていうのは当たり前なんだけど、ここケーブルが、確かブラックウィドウライトの方が新しく出たからかな、ケーブルが取り外しではなく最初からくっついてるタイプですね。今後のキーボードはここにこういう感じで端子があるように、キーボードのケーブルも取り外しできるんだけど、これはちょっと前だからまだ取り外しになってないタイプでした。でキーボードの端子は普通に、はい。で今回のこのハンツマンはハンツマンなんで、キーがレーザーオプトメカニカルスイッチライト&クリッキーの、なんだろう、ちゃんとキーボードとしてのクリック感があるタイプですね。色で言うと紫だったかな、紫軸になるのかな。なんで今までのレーザーブラックウィドウライトのオレンジスイッチで、しかもこっちの昔のモデルは静音リングっていう、またさらに静かにするリングがついてたんですけど、今回はそれに比べると音は大きめだけど、クリック感が、押してる感覚がかなり強くて、まあ本当キーボードを打っているっていう感覚がちゃんとする感じのキーボードです。まあ、音を気にする人にはちょっとあれかもしれないけどね、このキーボードならではのクリック感を楽しみたい人には最高のキーボードだと思います。じゃあ見た目外観はこんな感じで、その紫軸とかそういうことについてホームページを見ながら説明していきたいと思います。今回紹介していくのがレーザーのハンツマンっていうキーボードなんですけど、まあ最近のやつで一番新しいのがレーザーのハンツマンエリートとかっていうのがちゃんとあるんですけど、まあなんで今回それにしなかったかっていう理由なんですけど、まあ話は簡単で、俺自身が白いキーボードを使いたかったからっていう、ただそれだけ。あの前回紹介してたレーザーブラックウィドウライト、これも一応白と黒があって、こういう感じでね、白と黒がちゃんとあって、まあここで白にした結果、なんとなくデバイスを白で固めたくなってしまい、まあ結局そういう形で白いデバイスが欲しいっていうことで、レーザーの今回ハンツマンエリートではなくレーザーのハンツマンにしました。で選択色が一応レーザーのハンツマンだと、クラシックブラックとクォーツピンクとマーキュリーホワイト、一応3種類あります。まあその辺はみんなの好みで選んでいただけたら、まあ女性の方でも男性の方でも、ピンクが、俺も昔ピンクのキーボードを使ってて、今でもサブの PC で使ってるんですけど、このピンクシリーズも結構綺麗な色してますっていう感じで、まあ今回はマーキュリーホワイト、白いデバイスが良かったから白のキーボードにしました。はい、で今回のレーザーハンツマンに搭載されてるスイッチがネクストレベルのゲーミングパフォーマンスっていうことで、新しいオプティカルスイッチ、レーザーオプティカルスイッチはスイッチ本体にオプティカルセンサーを内蔵しています。キーを押すとその光信号でレシーバーが作動してタージンスイッチコマンドを発動します。
ということで、まあ、メカニズムを見ていくと、あんまり詳しい話はしてないんです。軽く眺めていきます。まあ、この字符のファイル通り、押すと、今まではなんかキーボードって金属が接点して、その接点を感知して、キーが、なんだ、動作するみたいな感じだったやつが、まあ、今回から光、レーザーオプティカルスイッチは光で作動します。キーを押すと光が瞬時にスイッチシステムを通り抜けキーが作動しますっていう、まあ、光での動作になったよっていう形ですね。で、一応レーザーハンツマンにはこのオレンジじゃねえや、紫のスイッチで、新しいレーザーハンツマンエリートの方だったかなにはこのリニアオプティカルスイッチ、さらに、作動距離が短くなってで、作動力、力も 45g から 40g、さらに軽くなってるキーが搭載されてるっていう話です。らしいです。けど、僕は白いキーボードを触りたかったから。で、今までのやつは、まあ、軽さとクリック感とタクタイル感とクリック感だったり、光による作動と金属接点だったり、あと、力が 45g だったから、45g と 50から 60g だったり、 1.5mm のアクチュエーションポイントと 2.22 とかの、まあ、作動アクチュエーションポイントが短くなったり、耐久性が2倍になってたりとか、そういう感じの違いがありますっていう感じのやつが、だいたいレーザーのホームページにはちゃんとね載ってるんで、一応それも概要欄とかに貼っておきますんで、詳しく見たい方はそちらを見てください。はい。で、今回のこのレーザーオプティカルスイッチにあるポイントとしては、高速作動、軽さとフリック感、あとスタビライザーバーとさらに耐久性を強化、まあさっき紹介した感じですね。で、スタビライザーバーはスイッチの上部にキースタビライザーバーによる、スイッチ上部のキースタビライザーバーにより、キーキャップの四隅のどこを押してもキーキャップモーションの水平性と一貫性が保たれます。だから、どこ、キーボードのどの部分を触って押してもちゃんと水平性と一貫性が保たれますよみたいな。まあ、スペースキーとかね、よく長いんで、なんか端っこ押すと端っこだけ押されて、なんか微妙な感じになるみたいな、そういうのがないよみたいな、そういう話ですね。レーザークローム RGB にも対応してるんで、いろんな色に光ります。あと、10キーロールオーバー、10キー同時プレスが可能。だいたい左手 5ボタンとぐらいしか押さないから、そんなに使うことはないけど、まあ、最大で10キー対応してますとか、あとゲーミングモード。ゲーム中に誤って Windows ボタンを押して裏画面飛んだみたいなのが防げるモードが搭載されてるよとか。で、ソフトはレーザーシナプス3、シナプス、サイナプス。ちょっと読み方最近ちょっと不安になってきた。で、あとはハイブリッド内蔵メモリーとクラウドハイブレッドストレージ、ボタンの割り当て変更とか、マクロの割り当てとか、自分のプロファイル構成をクラウドストレージに自動的に保存できます。で、それをさらにインターネットアクセスがない場合はハイブリッド内蔵ストレージに最大5つのプロファイルを保存できます。まあ、レーザーのマウスとかにもあった機能なんですけど、プロファイルを変えたい人用に、まあ、そのプロファイルをクラウドにも保存できるし、さらにあのキーボードの中にあるメモリーにも、メモリ、内蔵ストレージにも最大5つのプロファイルが保存できるよっていう話ですね。はい。そんな感じの機能が詰まってます。で、さらにレーザーハンツマンとハンツマンエリートの比較のページも準備されてるんで、よかったら見たい人は見てみてください。どんな感じかな。ブラックウィドウライト、今まで使ってたキーボードかとの比較を見るとすると、こんな感じですね。はい。今まではレーザーのメカニカルスイッチオレンジ軸だったのがオプティカルスイッチに変わったっていうやつ。あとはシェオンキーリング、まあもともと今までのレーザーブラックウィドウライトは、まあオレンジ軸っていうだけあって、まあ静かめな音を、小さめのキーボードっていう感じだったんですけど、今回はまあそういう感じではなく、クリック感とか軽さを重視したキーボードになってるって感じで、シェオンリングとかはついてないです。で、あと今回じゃないや、前回のやつはコンパクトな形状、10キーっていう、まあ、数字ボタン、電卓みたいな数字のボタンがなかったモデル、コンパクトな形状だったんですよ。今回のレーザーハンツマンには一応それがついてるタイプのモデルです。で、レーザーブラックウィドウライトには個別のバックライト搭載キーっていう感じで、まあ、色は変えれないけど、一応バックライトがついてましたけど、今回のやつはレーザークローマバックライト、色を好き放題に変えまくりができるタイプのやつです。で、キーの重さはオレンジ軸のあれに書いてあるか、ここには書いてないですけど、オプティカルスイッチの方の重さは 45g で、今まで8000万回のキーストローク寿命が1億キーストローク2000万回ぐらい伸びてます。で、まあ色はハンツマンの方は変えれたりでき
て、あとは内蔵ストレージ、さっき説明したプロファイル保存できるよってやつもこっちには搭載されてたり、そんな感じです。違いとしては実写の方で説明した感じで、今までっていうか、ブラックウィドウライトはストラップ付きの取り外し可能な変装ファイバー被膜ケーブルだったんですけど、今回のやつは取り外しとかはできないタイプでしたね、とかその辺の違いかな、はい、みたいな感じです。はい、ということで今回はレーザーのハンツマンのマーキュリーホワイトのご紹介でした。今までのねキーボードとはまた一味違ったタイプのキーボードにはなりますけど、これからはこのレーザーハンツマンでねゲームプレイやっていきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったら評価とかコメント残していただけると嬉しいです。あと商品の詳しいリンクとかは全部概要欄に貼っておくので、そちらからよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。